皆さんどうもゴッピーです。というわけで、今回は転生アテラノン降臨ねやりたいと思います。ちょっとね初見ね撮れなかったんですけど、まあ撮れなかったっていうのは実況ね撮れなくて、まあなんかショート動画でねちょっと結構中途半端な形でやっちゃったんですけど、まあそこまでぶっ飛んでるダンジョンではなかったっていうのが第一印象ね。ただボス戦ね言ってもね普通にやっぱしんどかったんで、ちょっとなんとかね今回ノーコンね、そう僕まだこのダンジョンノーコンクリア してないんで、はい、ちょっとそれをね今回していこうかなと思います。でまあ僕がね初見で使ったパーティーはロザリンなんですけど、まあちょっとね初見の後いろいろちょっといじって、まあなんとかいけそうなね感じのパーティーができたんで、まあちょっとそれでいこうかなと思います。はい、さあまずロザリンに赤ソニア武器です。でマグニトにチャゴル武器で、ウズメに赤シェリング。で、スパイダーマンに、ディノバルドですね。まあ、これは封印と、あと威嚇ね、させるんで、はい。カティアに、赤座の武器。で、あとは、相方がハイビスカス。なんですけど、それ当たり前だな。アシストが、マグニト武器ですね。はい。まあ、このパーティーのね、このパーティーを、一言で言うならば、もう威嚇もりもり編成。あのね、結構道中ね、やばいことしてくるキャラ、まあ、いっぱいいるんだけど、まあ、威嚇がね、結構効くキャラが多いから、そう。てかもうほとんどそうだね。なんで、ちょっとそれでね、ちょっと対応しているといった感じですね。まあ、ちょっとこれはもうやりながら説明しましょう。はい、じゃあ、行きます。もう滑舌終わっとるかな。ちょっと撮影ね、ちょっと久しぶりなんだよね。で、1階がハマるね。そう、こいつもね、もう早速威嚇通るし。まあ、二段階変身のキャラも、これは普通に、変身させやすいよね、これ。じゃあ、まずカティア使います。まあもう、ここは適当に殴り合いましょうか。じゃあ、一旦ここ耐えて、行きましょう。もうちょっとね、マジで、なんだろう、このパーティーね、その高速周回とかそういうのは向いてないと思うけど、うまいこといけばね、クリアするぐらいだったらね、余裕だと言いたかったんだけど、経験張り忘れました。はい、OK。まあ、今回ね、対戦もろもろはね、一応、全部、100% にはなってるはずなんで、まあ、その辺は大丈夫だと思う。まあ、あと、怖い、道中で怖いのってね、本当になくて、特に。あんまないねんな。まあ、発狂気をつけろっていうぐらい。まあ、あとヘスティアがちょっと吸収してくるから、それがちょっと厄介かなっていう。だほんとそれぐらいだね。で、ここどうしようかな。まあ、もう威嚇ね、もう一枚使ってもいいんだよね、ぶっちゃけ。何枚でもね、使えるのがこの編成だからね。ちょっとマグニトの、あれ使うか、アシスト。ちょっとね、ロザリンの変身までに時間がかかるから、とね、まあ安全に突破するためにもちょっとここは一旦威嚇でちょっとね立て直そう。いろいろマジでねもう威嚇使いまくるからね、もう毎回そうなんか別のキャラの威嚇のスキルがどんどん溜まっていくっていうね、そういうねサイクルができるのがねこのパーティーの強み。もう威嚇戦法。さあこれでもねまだロザリンたまらないんで、まあちょっともうちょっと殴り合うんですけど、ちなみにね、こいつなんか、調べたらあれだね、発狂ラインが 20% とかだったっけ？なんかね、結構ね、早い段階でしてくるらしいから、まあちょっとそのラインに行く直前にももう一発、ね、威嚇ぶんまこうかな。全然それありだよ。まあ吸収ね、このターンで切れるけど、こいつね、確か11ターン目とかに発狂するらしいんで。ね、もう俺データをね、ちょっととことんね、使っていきますよ、今回も。もう敵のデータバッチリ押さえてあるんで。で、押さえてもね、結局負けてしまうのが俺ですからね。いやー、もうこれはこの辺で使うか。ああ、使おう、使おう。じゃあ、スパイダーマンの威嚇使おうか。あ、待って、カティア溜まってんな。カティアでもいいな。どっちでもいいな。もうどっちでもいいわ。
じゃあカティア使おう。じゃあ OK ね、1回でカティアのスキルを2回使うことになるっていうね、なかなか見ないよね、こんなパターン。ちょっとね、このダンジョン道中から結構ねやばいことしてくるキャラいるけどね、こう威嚇がねさせるあたり、やっぱりちゃんとなんだろう、難易度のバランスが取れてるというか。いや俺ぶっちゃけね、今回のねアテナの氷普通にいいと思う。やっぱこれぐらいのね難易度が一番いい、本当に。なんかさ、もうこの前の時空チャレンジみたいなのもあんなんダメだよマジで。もう長いしね、長いし、もう敵すぐ発狂するし、ダメだよこんそういうのは。まああくまでね俺一個人のね意見なんで、もうそんな気にしなくていいと思うんですけど。じゃあもうここ突破します。もう1回でめちゃくちゃ殴り合ったね。 OK で2回はもう普通に突破します。ここはいや、キー3体これ76の強みだよね。欠損に強いっていうのはやっぱ76の強みだと思う。まあここロザリーのね6目覚めのおかげもあるけど、このね2回は別にそんな苦戦しないよな正直。いいね落ち込ん、いや落ち込ん今日も調子いいね。はい OK で、この次がねちょっと気をつけんといけんフロア。俺さ、これ初見でやった時さ、俺知らんかったんだけどさ、なんかこいつ HP 半分いくとなんかね76をね56にしてくるらしい。76番面で言ってると、俺さそれ初見気づかんかったんだよね。もう威嚇使ってさ、あの半分いく前に、でもそのまま倒しきっちゃったからさ気がつかなかったんだけど、こいつね76潰しなんですよこいつ。もう前回のねバルキリーと同じだよね。いやびっくりしたよ俺マジで。何なんだろうね、別に今のさ環境最強リーダーって別に76じゃないじゃん。なのになんでそんなあからさまな76潰してんだろうね、この後に及んで。どうせね今なんてもうやっぱロボットが主流じゃん。なのになんでなんかね、ちょっと俺には理解ができないねマジでね。もう俺やっぱ76好きだからさ、76パーティー、もうちょっとね俺その辺にマジ不満しかないんだよね。もう前回のね時空チャレンジでもあったけどさ、なんでそんな76嫌うんだろうって。別にいいだろうがや、ちょっとやめよう。もうこれ以上言ったらなんか俺怒りが収まらなくなってきそう。 OK じゃあちょっと半分いきそうなんで、ここはスパイダーマンとウズメどっちでもいいけど、どっちがいいかなこれ。いやスパイダーマン使うかまず。そうここで威嚇使ったんで、まあ、あとは4体以内にこいつを倒せば OK です。はい、ちょっとね前回のさシエルの時のさね、このフロアって確かね状態上向こう張ってたから、そう威嚇戦法効かなかったんだけどね、今回は普通にこれ威嚇させばもう76パーティーでもね全然大丈夫なんで。はい、でもこいつあれだね、無効貫通組まなくてもなんかそこそこ削れるんだよね。まあ俺は組みますけど、まあどの道次あれ終わるからダメージ無効ね。なんかこいつ優しいよね、なんでこんな優しいの本当に。なんなんだろう、やっぱさバルキリシエルね、やっぱあれかな、インパクトが強く、なんかむずすぎてインパクトが強かったから、ちょっとやっぱ運営もちょっと手を緩めたのかな。
いや俺逆にさ、こういうね、なんか降臨ダンジョンみたいなさ、短いダンジョンは別にバカ難しくしてもらっても構わないけどね。そう、時空チャレンジ、ああいう消防チャレンジ系のさ、まあいわゆる闘技場系のダンジョンか、もうあれのさ一番嫌なとこってさ、もう後半で負けたらさ、めっちゃ序盤からまたやり直さんといけんっていう、そこがねやっぱ俺は嫌いだったというかね、そこなんだよね。で、ここはどうしよう。ここカティアでいっか。回復現象解けるしね。ここカティアでいこう。で、まあもう適当に、ここは LG とか組んで、まあ一旦やり過ごして。まあここね、水のかけらが来ると結構厄介だけど、まあそうじゃなかったら多分普通に削れると思う。いやてかカティアがいいねこれ、めっちゃ刺さるわこのダンジョンに。わーめっちゃ削るやん、マジか。じゃあまあ一旦適当に貯めてから行こう。よし、すごい削るね。やっぱロザリンいいね、この火力がやっぱ魅力ですわ。もう最近ねこういう76つぶしのせいでなかなか活躍することがね難しくなってるけどね。やっぱ普通に強いんだよな。まあこのダンジョンともね相性いいよね。1回がね普通に威嚇させるし、遅延飛んでこないしね、スキルダメしやすいから。あーヘパイストスね、なるほど。じゃあここでうずめいこう。いやこいつねマジで硬い、本当にもうありえんぐらい硬い。ちょっとさすがにね、いくら火力が自慢のこのパーティーでもきついこれは。でこいつあれだよね、なんかだんだんダメージ上がってくるやつだよね。これどうせどうせね5ターン目か6ターン目に多分発狂するんだろうけど、これだけだからね、こんだけ全力で組んでねやってもこんだけしか削れないっていう、恐ろしい敵ですよこいつも。ただねこいつもね威嚇が通るんですよね、すごいよね。こんな威嚇がね勝敗の全てを決めるようなダンジョンなかなかないけどね。まあ逆に言うと威嚇がないときついみたいなところかなこれは。俺さヘパイストス降臨が出た頃をさ俺知らないんだけどさ、ヘパイストスが初めて出てた時もさ、やっぱ体感的にこれぐらいの硬さあったんかね。ねこいつだいぶ昔のキャラでしょ、俺多分その時代知らないからさ、どうだったんだろうねこれ、こいつの硬さは。ちなみにね確かこいつね元の HP が確か300億ぐらいあったんかな。でそれで75盾張ってるから実質 HP 1000億いってんだよねこれ、恐ろしいよこれ本当に。でこのね75盾が切れた瞬間こいつはねとんでもなく柔らかくなるよ。これ鍛錬とか言ってるけどお前の体逆にね今あれだからね、もう弱体化してるからね、まあ、そろそろそんなしょうもないことやめた方がいいよ。途端にね削りやすくなるんだよねこれ。 OK、 もう鍛錬とか言いつつ自分のね身を削ってるだけだからね今のこいつは。よし、でオデュッセウスね、こいつは確か確定だった気がする。でこいつもね威嚇が通るんだよね、やばいね、威嚇通るキャラしかいねえわ。じゃあねまあここまだ威嚇張んなくていいか。こいつね確かね HP 発狂ないんだよね、俺が見たところでは。あったら知らねえけど確かねなかったはずなんだよ。まあ確か その代わりと言ってはなんだけど、あの11回目の行動で発狂するみたいな、まあこれも全部の敵は共通だと思うんだけど、
うん、こいつもひたすらなんかこういうなんかルーレット生成、こういうしょうもないことしかしないんだよね。まあこの人は普通に優しいね。これはあーやっぱさすがに無効感組まんとあれか、ちょっと無効感組むのめんどくせえんだよな普通に。よし、じゃあ多分これで半分いくんで、でこいつ確か半分切ったらまあ消せないやっていくんだよね。まあこれ関係ないんだよ、まあもう無視でいいかなこれは。まあうずめ使ってもいいけど、てかうずめまだ使えないか。うずめあれだよね、半分以下にならないと消せない、使えないんだよね確かこいつ。なんかね不器用なんだよね。それ以外の面ではさ、うずめめっちゃ強いんだけどね。これちょっともったいないよな。オッケーオッケーオッケー、まあこれは次で倒せそうだね。よし、あー光くん見たかった。オッケー、まあいいやこれは。まあ倒せると思うんで、もう倒しちゃいましょうここは。いやだからちょっと待って、消せない食らうとなんかさすがにちょっとコンボ数減っちゃうか。7回、うわエスティアか。ちょっとここはあんまし君は来てほしくなかったな。ただ確かね、これもさ、俺のね、情報によると、こいつのね、吸収色、確かね、火はね、なかったと思う。だから、種属性はね、大丈夫なんだよね。ただ、副属性が、ちょっと食らっちゃうみたいな。そんな感じだった気がする。で、こいつはさ、普通に HP 発狂あるから、ちょっと気をつけないといけないんだよな。水木ね。オッケーオッケー、水木だったら別に大丈夫だわ。ああ回復欠損しちゃった。まあでも受けれるか、大丈夫か。ああやっぱ消せない、うざいなこれ。解除すればよかったかな、解除すればよかったなっつってもあれか。ちょっとねマグニトのねこの裏のスキル、これチャコル溜まってると思うんですけど、ちょっとねこれボス戦でね使いたいんだよね。そう今ここでは使いたくない。で回復半減、じゃあこうカティア使って倒すか。あ倒そう。ちょっとコンボ数的に怖いけど、まあカティアね炎波3倍だしいけるでしょう、さすがに。じゃあこれでよろしくお願いします。ここね確かヘスティアとねイルシックスの2択だった気がするんだけどね。イルシックスだったらもう威嚇使っても適当にやってしまえばねもう勝手に終わるんで、ね闇メタ、あ待ってよちょっとこいつね、あちょっとこいつであれあれしよう。ちょっとスパイダーマン裏のスキル溜まっちゃったけど、これさこの落ち込んだしめんどくさいから、ちょっとこれ一旦スパイダーマンのスキル解除したいな。うんちょっとここあの闇メタでちょっとスキルダメ軽くねやります。よし、じゃあスパイダーマン溜まったんで一旦これ使って、この落ち込んなしね、やっぱ落ち込まった方がねボス戦楽になるからね。なんでちょっとじゃあこっからね削りに行きます。さあいいぞ、今んとこやっぱ順調。やっぱね今回優しいね。ちょっとボス以外はね正直優しいと思う普通にね。前回もさこのボス前やばかったもんね。だってさ、これちょっ、今回のこの闇歌って、気候上にね、気候上の闇歌にちょっと毛が生えた程度でしょ、これ。よし。あ、待って、薄めの裏のスキルいらねえから、ちょっとこれ空打ちしとくか。じゃあ、そしたらね、もうあとは、こいつのね、発狂にだけ、もうそれだけ気をつけて、突破しちゃいましょう。
ちょ次からね普通に落ち込ん降ってくるからね。ちょっと落ち込んのね暴走によってはこれ発狂食らって死ぬからね、ちょっと怖いんだよな。なんか微妙な削り、これどうする、倒せるかな。さっき火3セットだったよね、火3セットであの削りだったらいけるか。これ倒そう。まあ、今回ね飛行も強化結構多めに詰めてると思うから多分いけると思うけどな。じゃあこれでお願いします。さあ時間はね結構かかってるけど、なんだかんだねやっぱ同値は安定するね。うん、もう決まった立ち回りをねただやっていくだけなんで。でキアテナか、なるほどね。そうこいつねなんかいきなり結構なんかアホなことしてくるんだけど、まあひるまず、はい、でもうボスはやっぱひたすらね火力を出していくといった感じですね。はい、まあこういうことね平気でやってくるけどもうお構いなしにね、ここはスパイダーマン使って OK で、もうとにかくボス戦はもう火力が全てなんで、火力命、もうそこに全力集中で、まあ、このパーティーね非コンボ強化ねさっき多いって言ったと思うんですけど、もうとにかくね火のコンボをねしまくるっていう、もうただそんだけなんで、無効貫通とかいうそんなねしょうもないことはしない今回は。オッケーオッケー、まあ削りは悪くないね。で今回ねこれアテナがね神攻撃体力なんで、カティアのねキラーがねもうやばいほど刺さるんでね、ちょっとカティアにはねぜひ副属性まで含めて火力をね出してもらいたい。やばいよ、赤座の武器とね元からある攻撃体力キラーでもうこのパーティーの中だともうピカイチのね攻撃力出すんで、ただもうこうやってね俺みたいなねもうパズル下手くそなやつがもう使うとねこういうことになるから、ちょっと気をつけんとマジで。OK、 まあ多分これ次で半分いけると思うんで、ちょっとねマジで本当に急いでやんないとね。で特に半分切った後さ、なんかどっかのタイミングでダメージ 75% カットやってくるんだよね。それをやられる前になるべく削らんと、今度はねまたさらに火力アップもやってくるから、それがねしんどいですよね。でここ消せない飛んでくるんでマグニート使います。 OK、 じゃあまあこっからまた再び削っていこう。でこいつね確かね HP 発狂はなかった気がするもう気がするでね保険かけることしかできないけど、確かねしないはずだから、そこは気にせずに行っていいと思う。オッケーオッケーオッケー、ああオッケーオッケー、非生成はお前そんなことしいんか、お前の寿命が縮んでくだけだぞ。ただちょっと待ってよ、ロック目覚め解除したい、分割したい、いやーもったいない、まあまあまあいいや。なんか木エア木目覚め入ってる、大丈夫、いやこれはいける、これはいける、あーここで75立てやってくるんだ。いやでもね火力アップは確か11段目とかだから、そんぐらいだからまだ大丈夫、75立て貼られちゃったけどまだ大丈夫なはず。そうこれね75立て貼ったらねもうびっくりするぐらい硬くなるからね急に、いやもうやばいよねこれで。そうそうそう、ここでね覚醒向こう飛んでくんのね、もうやばいのとにかく。でそうこれね渦目1体だけだと
っぱその辺対応しきれないんで、ちょっと今回ねマグニトにチャコル武器つけてやったんですよ。でここまずうずめ使います。でもちょっとね少しでも早く倒したいんで、ちょっとここねもうルーレットめんどくさいけど色揃えてもう丁寧にね、もうそれでいきます。はい、よし、じゃあいきます。 OK、 じゃあロザリン使って、もうねやっぱもう本当にねマジで時間が命、早くいかに早く倒せるかが大事なんで、そうこれもうちゃんとねもう色揃えたんですよこれ。もうめんどくさいけど、まあ、正直初クリアする分にはねやっぱこれぐらいはねしないとね。はい、まあ多分ねここでもまだ倒せないから、多分次ぐらいで倒せると思う。そうもうポイントはねとにかくこのね後半のね隠せむこと消せないのね、このめんどくせえあれをね回避うまく対応しつつやっていく。なんか語彙力崩壊してきたな。じゃあもうここはさすがにカティア使ってはもうとどめさそう。うん、だからこれはさすがにいけるわ。よし、もう最後はもうルーレットとかもうそんなしょうもない、もうそんなことはしない。もうさすがに誰、もう俺はせっかちだから、もうここはさすがに普通に行かせてもらおう。はい、オッケー、よし、という感じでした。はい、まあ、ちなみにね闇の方もあの序盤ね普通に半分まではもう全力で削って、まああとはもう普通に同じ半分以下はもう同じようにやっていけば、まあ普通に多分クリアできると思う。ただ時間かかるからね、もうなんだろう、その初クリアだけしてとりあえずねやるみたいな感じだったら多分このパーティー全然いけると思う。よし、じゃあね、昨日かな、昨日のアップデートで来た、ちょこれ最後にやろうぜ。アップデート来たこの動画視聴ガチャ、これで終わろうぜ最後。よし、これねなんかフェス限とかも出るらしいじゃん。俺ねまだ出たことないけど、あのねガチャ限ならね出たんだよね。あのアストレアね俺当てたんですよ、これで、このガチャから実質ね間接的に魔法石5個ね。うわ、あーまあ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 いいや、もうノエルだったらいいや。もうこれさ銀が出た時のなんか絶望感やばいよね。まあ僕はねいつかねこのガチャからねもうこいつ当ててやるんで待っててください。というわけで終わります。